今回は前作よりもすごく大人っぽくてしっとりとした曲だったので、私自身はこう歌えるのかなっていうのが一番最初の印象ですね。これは大変だなと思いました。なんかでもすごく切なくて、ゲーム中にも流れている曲なので、きっと皆さん
喜んでいただける曲になると思います。今までのユーナの歌っていうのは、あのユーナの生真面目さとか素朴さを出そうと思ってすごくまっすぐまっすぐ歌おうとしてたんですけども、今回がそういうしっとりとした曲なので、まあ若干こう色を出すというか、そういう風に大人に近づくユーナみたいなのを表現しようと思って、歌ってきました。あのビジュアル的にはユーナの服装の変化とか、まあ全体的に明るい雰囲気が流れているとかあるんですけれども、そういう一面だけじゃなくて、前作で出会ったいろんなキャラクターたちが、シンがいなくなった世界でどういう生活をしているのかとか、そういう部分をあのよく見ていただきたいですね。あの飛ばしていっちゃうこともできるんですけど、細かいとこまでやっていただくと、そういうちょっとなんかほのぼのした感動というか、あ嬉しいなって思うことがいっぱいあるので、そこが見どころだと思います。ユーナが初めて多分同年代の友達ができたであろう、まあ、リュックとパインと3人でふざけ合ったりとかあのしてるシーンがいっぱいあるんですね。そこが普通の女の子らしいユーナが見られる一面だと思うので、私が好きなシーンですね。思い入れは本当に強くて、ユーナのこととなるとすぐ感情移入してしまうんですね。なんかちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、ユーナの一番いい理解者というか、気持ちがすぐ分かる位置にいられたらなと思ってずっと演じてるんですけども、演じる上では一番大切な部分というか、まあ、素朴というか真面目な部分とか素直な部分とか、あの人とか物に対する思いの深さとかは残したまま、あの天通に関してはそれでもこう一緒にみんなと遊べるような明るい部分を持てるように、だから前回と変化してびっくりした人もいると思うんですけど、そういういい部分はなくさないようにっていう点はいつも気をつけてます。今回もすごくアフレコの現場は楽しくて、まあ申し訳もそうですけど、あのいつも笑ってるんですね。でかっこいいキャラクターがたくさんいるんですけど、皆さん合間合間にこう人を笑わせるというかなので、まあ、まあ笑いをこらえるのが大変だったんですけど、まあ、そのぐらいすごく仲良くて、特にユーナ、リュック、パインの3人はいつも一緒なので、なんか断るごとにプチ打ち上げみたいなのをたくさんやってですねあのいっぱいご飯を食べに行ったりとかしてましたし、あのクリスマスの時にはちょっとお菓子をこう包んで、これ前回もやったんですけどね、スタッフの皆さんに差し入れをしたりだとか、して喜んでいただけたかなっていう感じです。あのまあね、マリカちゃんとは前作から一緒なんですけど、ちょっとねマリカちゃん大人になったなってすごく感じることが多くて、ただなんか天然というか、まあ、周りの大人をびっくりさせるようなことを時々言うんですよ。で現場にいるといつも彼女がいると明るくなったりするので、そういう部分ではリュックと共通しているかなと思いますね。で豊口さんはやっぱりパイみたいにあなた全然冷たくないし、すごくしっかりしてますね。しっかりしてるって部分では一緒なのかもしれないですけど、あのユーナ、リュック、パインのこの3人で揃ってる時はキャラクターと同じ感じでいつもいますね。まあ、これまでもあの少しずつ映像のお仕事とかもしてましたけど、とにかく今は お芝居がたくさんしたくて、うずうずしてるので、いろんなところであの声だとかそういうことをこだわらずにやっていきたいなと思ってますね。あの次はちょっと違った感じの役を挑戦したいなと思ってますお休みの日は本当に一日休むぞっていう時は、あのレンタルビデオ屋に行ってですね、6、7本借りてきて一日中見たりとかしてますね。全然見られちゃうんですよね。なんか疲れないって言われるんですけど、あのずっと一日中見てたりとか、あとはそうですね、なんか散歩するのが好きで、なんか田舎育ちのせいかこうせかせかするのがダメなので、時々緑を見たりとか、あのまあ普段の日でも時々空を見たりとかしないとこうバランスが取れないみたいでよく遠くまで歩いて出てってますね。公園とかよく出ていってます。ずっとハマってるんですけど、コーヒーと桃
意味が分かんないと思いますけど、桃の、まあ、雑貨がとにかく大好きなので、その、あの、桃の商品、桃の香りのするものとかをとにかくすぐ買っちゃいますし、あの、キャンドルだとかそういうものをたくさん集めたりしてますね。あとコーヒーっていうのはなんか落ち着くので、うちでクリーマーとかも買って自分で入れたりもしますし、これはずっとハマるんじゃないかなと思います。雑貨も好きでずっと雑誌も読んでますし、あの、ご一緒した役者さんで意外な方が雑貨が好きでですね、そういう共通点も見つけて、現場でも話したりしてるぐらい雑貨好きです。可愛い小物とかがあるところには必ず出没してますね。大抵、あの、まあ、自由が丘だとか吉祥寺だとかはなんか用もないのによく行ってますね。なんか何でしょうね、なんかホッとするんですよね。でも実は遊園地とかも大好きなので、本当はいっぱいそういうとこに行きたいんですけど、なかなか行く時間がなくて行けてないです。こんにちは、ゆうな役の青木真由子です。皆さん CD 聴いていただけましたでしょうか。いかがだったですか。あの、今回の曲はとすごくしっとりとしていて大人っぽい曲で難しかったんですけれども、一生懸命ゆうなの思いの深さを伝えようと思って歌ってみました。気に入っていただけると嬉しいです。そして、点2の方もまだまだ遊びどころいっぱいだと思いますので、細かいとこまでいっぱい楽しんで旅をしてください。それから点もまた楽しんでいただけるともっともっと嬉しいです。はい、ということでまたどっかで会いましょう。ありがとうございました。